長野県信濃町、野地湖の湖畔に建てられた記念碑、アルフレッド・ラッセルストームは、カナダ出身のメソジスト派の宣教師である。東山る事故で、遭難死する前に、救命同意を日本人の若者に与えた宣教師として知られる。1926年に来日して、農村伝道の発展のために尽くした。特に、農村指導者養成センターの結成に尽力する。 A.B.Jan W. クランメル。来日メソジスト宣教師辞典。教文館。P252ABCDEF。長野県庁協会100年史。日本キリスト教団長野県庁協会。P202 から 204ABC。長野県庁協会100年史。日本キリスト教団長野県庁協会。P214 から216。浜松協会100年史。 日本キリスト教団浜松教会。P180 から 181ABC。愛と感謝静岡ホーム100年の歩み。社会福祉法人静岡ホーム。P147、長野県庁教会100年史、日本キリスト教団長野県庁教会。P231、日野大教会の歴史日本キリスト教団日野大教会。 w w w h i n o d a i c h u r c h j p 2 0 1 8年10月11日閲覧東洋英和女学院120年史東洋英和女学院 P308 日の大教会の歴史日本キリスト教団日の大教会 w w w h i n o d a i c h u r c h j p 2018年10月16日閲覧、ありがとうございます。